パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの8回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人み。まずはライオンズの先発戸亀がメットライフドームのマウンドに上がります。さあ、イーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか？流しました。これはどうだ？ファウルになります。ボールになります。スライダー決まりました。ワンボールツーストライクです。低め見送っています。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている山田。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。戸亀、まずは先頭バッターを打ち取っています。高めいっぱいに決まります。キレがありますね。アウトローの変化球、キレがあります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。打席には3番バッター和田。ツーアウトランナーありません。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ。サード取った。一塁アウト、スリーアウトです。この回1回の裏、ライオンズの攻撃です。ライオンズはご覧のようなオーダーとなっています。金子が打席に入ります。昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。ええ、さあ、この調子を維持していけるか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。外の球外れています。変化球を振らせました。ツーボールツーストライクです。痛烈、これはショートライナー。バッターは2番に入っている源田。昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは塩見、そしてキャッチャーは住谷。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。打ちました。ショート取った。アウト、ツーアウト。バッターは DH メヒア。ここのところ当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、レフトへ打球伸びる。和田が掴んでスリーアウトです。この2回の表、さあ、バッターはデスパイネ。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。際どいコースに送ってストライク。
インサイド落ちました。これはどうか、セカンドの右抜ける。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス上林、昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよ。インサイド弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。ワンアウトです。打席には6番バッター横尾、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ワンアウトになっています。ファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ、レフト掴んで2アウト。バッターは7番に入っている増田、2試合当たりが出ていません。2アウトになっています。初球変化球は空振りです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちりな、引っ張った、ボテボテ、サードが前に来る、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナーで2回の裏になります。さあライオンズ、この回は4番から始まります。バッターは山川。ライオンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。引っ張った、打球はレフトへ、レフトが取りました。バッターは5番外崎、昨日のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。さあこの調子を維持していけるか。塩見、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド見送っています。改めてお聞きしますが、バッターボックスの外崎、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。落ちる球、ストライクが入りません。ここは1球見ました。これが5球目。ナイスコースですよね。はい、低めのストレート、ストライク、スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ここはもう腹を決めて、打つにしても見送るにしても思い切っていってほしいですね。なるほど、打ちました。奥村、ツーアウトになりました。打順は6番中村、昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトランナーありません。初球ボール、引っ張った、サード弾く、ボールを拾って、一塁アウト、スリーアウトです。この回ライオンズ三者凡退です。2回の裏0対0同点です。小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね、小宮山さんからお墨付きをいただきました。初球打ち、弾き返した打球は左中間へ、センター掴んでワンアウト。バッターは9番に入っている炭谷、
まずはワンアウトを取っています。高めのボールファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。インコース打ちました。いい当たり。これはどうだ。ヒットになった。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打った。さあどうだ。ライトライナー掴んで、これで2アウトです。バッターボックス山田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。これが3球目。変化球空振り。3アウトチェンジ。